俺の織姫を探してたらここにたどり着いたってわけだ。年に一回しか会えなかったらきっとすごく寂しいだろうな。うちの引き裂かれる恋人の話、悲しいですね。もし自分がそうなったらと思うと。天の川ですか。それは飛竜でも越えられない川なのですか。年に一回会うだけじゃやっぱり私は寂しいな。願いを書くと叶うんだって。ねえ、二人で一緒に書かない。内容は秘密。年に一度だとしても、もし大切な人に会えるなら嬉しいと思うよ。今日の七夕、夜は花火があるんだって。ねえ、一緒に見に行こうよ。年に一回でも思いが続くのは、それだけ二人の絆が強いってことなんでしょうね。短冊っていくつ書いてもいいのかな。お願いしたいことたくさんあるんだ。年に一度の逢瀬か。壁で隔てられた恋人同士ならそうなってしまうかもしれないな。私だったら天の川に橋を作って毎日会えるようにしちゃうかも。七夕の伝説ってとってもロマンチックですよね。願い事を紙に書くのですか。なんだか昔話に出てきそうな感じです。願いを書いて空の神様に届ける、不思議ですが素敵な風習ですね。もっと撫でてください。